シューチャンネル甲子園への道。やっと奥に投げれるようにトレーニングしましょう。はい。これどこまで投げるの？ね、実際ちょっと投げにくいっちゃ投げにくいもんね。しっかり腕で投げちゃダメよ。でも腕で投げちゃダメよ。肘壊すよ。うん、体全体使って。だいぶじゃあ綺麗だし慣れたんで、これに変えてみましょう。せーの、ドン。ちょっとこんだけ綺麗だし投げたらね、ボールがどうなるか、ちょっと楽しみだね。そう、浮くんよ。高く浮くんよ。高いね。だけどそのボールを抑えるようにしっかりと前で投げて前で離せばスピンもよくかかるけね。もうちょっと低めに抑えて浜ちゃん。そう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 。ということでね、じゃあ今日は切り出すをねみっちり30分投げたんで、ここから、球速をもう一度測っていきたいと思います。シューチャンネルはそろそろ90いかないとね。はい。トレーニングしよる家で。してます。言い切れないね。してまのす、うん、言えるか言えんか言えんかぐらいね。半分、まあ、まあしっかり練習しましょう家でね。じゃあ、測っていきましょう。おーっす。どっちからいきますか。よし、しゅうね。はい、はい、じゃあ、シューチャンネルからいきましょう。そういうことじゃない、ハマからっていう意味。はい。はじめ！おお。85。85。どうしたん、キレ出すの効果あるね。すごいね、キレ出す。30分だけど。冒頭だけども。86。ちゃんと引っかかればいくよ。もうちょっと低めに行ったら行くんじゃないの。86。すごいね、86連発だね今日は。84。おお、87。すごいね、キレ出す。2キロ更新。もうね、86。交代する？はい。85。すごいね、今回87キロ出た、ね。今回の結果はシューチャンネルはなんと87キロ187キロです。頭届いてる、すぎるだろ。で、父ちゃんの体重は500キロです。はい、ありがとう。ということでね、なんとキリダスを30分ぐらい投げると、なぜかね、シューチャンネルだけ2キロ球速が伸びたという結果になりましたけども、これもうちょっとしっかりやったら伸びるんかもね。1時間ぐらいみっちりやったらちゃんと伸びるのかもしれないですけども。30分で2キロ上がると考えたらさ、5時間ぐらいやったらもう100キロぐらいになるよね。なるか。
ということでね、今回の動画終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、じゃあ参りました。参りました。なんと、はい、ぐるぐるバット対決、イエーイ。参りました。知ってる、ぐるぐるバット、ぐるぐるバット、バットバット対決、うん、ドカブカンかけこの輪っかの中で10回